それでは12時になりましたので始めさせていただきます。皆さんこんにちは。2020年冬の海外大学院留学説明会を行いいただきありがとうございます。昨日の全体総合に続き今日は卒業後のキャリアをテーマにお送りいたします。まず留学説明会というと留学のための出願準備や留学中の生活のことに重点が置かれがちかと思うのですが、今日の説明会では留学後にどのような未来があるのか、そして海外で学位を取得するとどのような選択肢があるのかという点にフォーカスして、さまざまな体験談をお聞きしたいと思います。そこで今日はアンリーの宮崎さんとトリプル W ジャパンの中西さんとズークスの岡本さんにお越しいただきました。こちらが本日の流れになります。まず第一部は留学後第一線でご活躍されている宮崎さんと中西さんのお二人にお話ししていただきます。その後、第二部ズークスの岡本さんも加えて4人でパネルセッションを行います。こちらで用意したいくつかの議題や視聴者の皆様からいただいた質問を中心にお話しできればと思っております。また中西さんの講演はライブのみですので、ぜひご覧ください。ライブでご覧ください。視聴者の皆様からの質問を常時受け付けております。スライド .com のイベントコードか右の QR コードから投稿をお願いいたします。動画概要欄にもリンクがございますのでご参照ください。早速講演に入りたいところですが、その前にいくつかご案内があります。事前配布資料、米国大学院学生会のトップページから架け橋というニュースレターをご覧いただけますので、興味のある方はお読みいただけると良いかと思います。また説明会後アンケートをお願いしております。今後の説明会の参考にさせていただきますので、ぜひご記入をお願いいたします。この海外大学院留学説明会を主催している米国大学院学生会の活動を紹介させていただきます。学生会の主な活動は2つです。1つは留学説明会、夏と冬に全国各地で行っております。今年はコロナによる影響で全てオンラインでの開催となっており、今回の冬はさまざまなテーマに分けて配信予定です。2つ目はニュースレターブログ架け橋の運営です。さまざまな方の留学経験をブログ形式で紹介しているので、お読みいただければ良いかと思います。今後も説明会の情報など海外留学に関する情報を SNS を使って発信していきますので、受け取りたい方はぜひフォローお願いいたします。本説明会は府内情報科学振興財団の講演をいただき実現しております。府内財団の事業を少しだけ紹介させていただきます。府内財団は海外大学院への PhD 留学を志す人への奨学金を給付しており、支援内容は2年間の授業料全額や生活費、医療保険全額など返還義務ももちろんなく、ぜひ興味のある方は応募してみてください。府内財団では小学生を集めた交流会を毎年夏と冬に開催しております。また財団のページから小学生の留学報告書もご覧いただけますので、留学に興味がある方はぜひご覧ください。パネルセッションはさっき少しお話ししましたが、前半は5つのトピックについて話していただいて、後半は視聴者からの質問に答えていきます。まずはじめにですね、パネリストで岡本さんに加わっていただきますので、ご本人から自己紹介をお願いいたします。はい、岡本さんはジョージアテックで PhD を取得された後、現在ズークスで働いておられます。
はい、よろしくお願いします。簡単に自己紹介させていただきます。僕は2012年に東大の航空宇宙工学科出まして、2014年に同じく東大の航空宇宙工学で修士課程を出ました。でその後、アメリカのジョージア州にあるジョージア工科大学というところの、航空宇宙工学の PhD に進学しました。で、あまりジョージアどこにあるか、最近ヨーロッパのグルジアという国が日本語名でジョージアに変わったりとかして、いろいろ混乱されてるみたいな人もいるみたいなので、一応説明しておくと、ジョージアはアメリカの南部にある都市で、右にあるアメリカの本土の地図の、右下の赤い丸のところにあります。で、左の青い丸のところが、まあ、今日の登壇者の皆さんがいらっしゃったりした、僕が今いるシリコンバレーと呼ばれるエリアです。で、在学中は、2016年の夏に三菱電機さんのボストンにある研究所でインターンをしたりとか、あと2017年の夏に、ホンダ、自動車のホンダさんの、アメリカの、これもマウンテンビュー、シリコンバレーにあるんですけど、そこでインターンをさせていただきました。で、2019年に PhD を修了して、その後、ズークスという、会社に就職しています。で、ソフトウェアエンジニアとして働いています。で、専門は、不確実環境下におけるドローンや自動運転車の経路設計を最適制御って言ってるんですけど、まあ、ドローン自動運転車じゃなくても何でもいいんですけど、僕は学部時代にグライダーっていうエンジンがついてない飛行機、まあ、一番左下の写真ですね、これに乗って、まあ、空を飛ぶ部活をしていて、でこれは上昇気流を捕まえる、乗り物なんですけど、で修士の研究の時はそれに興味を持った当時の指導教員が下降気流でやってみないかということで、下降気流中を、まあ、飛ぶ飛行機の経路設計みたいなのをやってました。で共通するのは大体の位置関係と強さは分かるんだけれども、まあ、細かいパラメータとかは分からない中で、どうやったら最適に、具体的に言うと燃料消費量が少なかったりとか、なるべく揺れが少なかったりとか、そういったものを考慮した制御ができないかというような研究をずっとしています。で、アメリカに来てからは、まあ、研究のテーマとかはいろいろ変わったんですけど、自動運転車に切り替えて、博士論文を、書きました。はい、で、ズークスっていう会社なんですけれど、これは2014年に創業した自動運転をやってるスタートアップで、ロボットタクシー事業ですね、具体的、まあ、ウーバーをロボットタクシーでやろうっていうような、ビジョンを描いてる会社です。で現在のところまだサービスができてないので、今はソフトウェアとハードウェアを、開発しているところで、右にある写真のような車でサンフランシスコとかラスベガスの街中を、自動運転で走らせてデータを取ってソフトウェアを改善したりとか、あとはちょっと秘密のテストトラックなんかで自動運転のために最初から設計した車を開発しているようなスタートアップです。で右下の写真っていうか、まあ、ZOOX プラス Amazon って書いてありますけど、これ何かというと、今年の夏に、Amazon に買収されて、今は Amazon の子会社として、会社が存続しています。で、この、講演会卒業後のキャリアということで、何か喋った方がいいかなと思ったので、一応そのアメリカで新卒で就活する場合ってどういう、スケジュールを取るのかっていうのをちょっと簡単に説明しておきたいと思います。で何か質問があれば後で質問をください。で例えば、まあ、一例ですけど、夏学期の終わりに卒業して就職したいって思った場合に、大体何しなきゃいけないかっていうと、大体1年前の夏にインターンをします。でこのインターンは日本のインターン、まあ、1日だったり1週間だったりっていうのが多いと思うんですけど、これは、ワンセメスターがっつり3ヶ月間みっちりその、会社のソフトウェアエンジニアと、まあ、みっちり、しっかりその3ヶ月間かけて自分の専門知識であったりとかスキルであったりを、見られるというような機会です。で同時に学生の方も、現場で実際に自分が勉強したことが実社会でどういうふうに使われているのかっていうのを学べる機会でもあります。でここでいいパフォーマンスを出せば、卒業したらうちの会社においでというリターンオファーをもらうことができます。でこれが大体、新卒で就活する場合に、まあ、多くの人が通る道というか、これを使うとインターンは学生しかできないので、中東の人たちと同じパイを取り合う必要がないので、まあ、最も難しくないパスです。でインターンでリターンオファーを取れなかった場合とか、もしくはインターンをその、まあ、研究が忙しくできなかったっていう場合は、夏が終わってからフルタイムのポジションに応募を、まあ、卒業まで
まあ、卒業までというか、オファーがもらえるまでし続けます。でこのフルタイムの、応募した中でオファーをもらえたら、まあ、その後は、まあ、卒業単位を揃えたりとか、まあ、プログラムが CSS を求めている場合は CSS を書き上げるというの段階を経ます。で、まあ職をどうやって探すかなんですけれども、大体大学でキャリアフェア、まあ、ボストンキャリアフォーラムでいいですけど、そういう日本企業の集まるキャリアフェアがあったりとか、あと各大学で、そういう機会を用意して、あの企業が一度に集まって学生をリクルーティングするという機会があるので、そういうところで職を探したりとか、あとは企業のウェブサイトだったり、リンクトインだったりに、まあ、仕事がちょいちょいアップロードされるので、それにアプライしてみたりとか、あとはすでに働いている人の紹介、まあ、いわゆるコネですね、を使って就職するというパターンが多いです。で、ビザなんですが、大体の人は、まあ、F1OPT と呼ばれる学生ビザで留学した後に12ヶ月間働く権利というのがもらえるんですけど、それを使います。で、STEM、まあ、ざっくり言うと理系ですね。理系の場合はさらに24ヶ月その STEM を、OPT を伸ばすというオプションがあるので、それで最大36ヶ月間働くことができます。あとは、H1B という専門職ビザを取ったりとか、グリーンカードを取って、働くというパターンが多いです。で、面接で何聞かれるかなんです。これは一例で、しかもかつ、コロナウイルスが蔓延する前なので、今はちょっと状況が違うんですけれども、大体一番初めに人事と電話面接をして、まあ、基本的な知識があるかとか、あとはお遊びで受けてないかというのを、まあ、スクリーニングを受けます。で、そのスクリーニングを通った後はエンジニアと技術面接、まあ、専門知識の確認だったりとか、あとは使う、言語ですね、 C++ だったり Python の基本的な知識を確認を、リモートで電話だったりとか、まあ、オンラインで画面共有をして、そこの、まあ、ワードだったりそういったのに、書いて、技術的な基本的な知識の理解とかを見ます。で、それが終わったら、現地面接ですね。シリコンバレーに会社がある場合は、シリコンバレーまで会社がホテルとか、飛行機を用意してくれるんで、それで現地に行って、まあ、丸々1日、エンジニア5、6人、あとアドミンの人たち1人、2人と、1日かけて面接をして、自分がどこまで知ってるのか、どこから知らないのか、コミュニケーションでその難しい問題に出会った場合にどういうふうな態度を取るのか、まあ、そういったところを見られて最終的にオファーを得ます。まあ、こういったところをちょっと紹介して、後で質問もしあれば答えたいと思います。こんなところです。よろしくお願いします。ありがとうございます。就活の詳しいスケジュールまでご紹介いただけてありがとうございました。ではですね、議題を表示させていただきます。こちらの5つを考えております。自分にとって留学とは、留学の意義をお話ししていただきたいと思います。で、その後、留学前、留学中、卒業直前で、それぞれキャリアに対してどういうふうに考えていたか、それがどう変化したかをお聞きできたらと思います。その後は就職の選択肢、どんな選択肢を考えたか、や、就活の経験談などお聞きしていきたいと思います。それではまず一つ目の、自分にとって留学とはを順番に聞いていきたいと思います。誰から行きます。中西さん、お願いします。僕ですか。僕はその留学したっていうやっぱ感覚あんまりなくてですね。どちらかというとその、まあ、そのシリコンバレーというところに飛び込む一つの、まあ、手段のとして捉えてたので、まあ、留学とはっていうのは、まあ、なんていうんですか、まあ、単純にそのまあ勝手にこっち来て現地のなんか日本人とコミュニティ作ってうんちゃらかんちゃらっていうのがあったんですけども、まあまあ一応その学生という立場になってですね、その辺の方ネットワークをいろいろ作ったりとかっていうのをしつつ、まあ何ですか、まあ、英語もやっぱりもうちょっとこう流暢に喋りたいなですとか、
あとまあ最低限ビジネスで必要となるまあファイナンスの知識なんかもこう一応得ておきたいなぐらいの感覚でした、当初は。そうですね。聞きたい方いらっしゃいますか、宮崎さん。はい、留学、そうですね、僕も、まあ、そのアカデミックに行きたい、アカデミックキャリア行きたいと思ってた時に、まあ、もちろん日本の大学院をそのまま進学していくっていうのも一つの選択肢ですし、ただまあ身近で海外の大学院に行ってた人がいたので、まあ、それ、やっぱりアカデミックのポストをつくと、ポストドクで皆さん留学されてたんですよね、僕のラボの先輩とか。ポストドクで留学されてるんだったら、どっちみち行かなくちゃいけないんだったら、早い方がいいんじゃないかっていう安易な考えとですね、あとは、博士課程ってアメリカだと給与が出ますよね。なので、ちょっと親のすねをかじり続けるのもあれだったので、まあ、早めに留学して、アメリカ大学に進学して、給与をもらって、一定の自立したいっていうのがあったので、その学部卒業でみんな就職してますし、東大のが友達とか、まあ、そういう点からも自立したいなっていうのはあったので、まあ、早く行くことが一番自分にとっていいんじゃないかっていう考えて行っちゃいましたね。ありがとうございます。岡本さんどうですか？もうまあ専門が航空宇宙なの で航空宇宙はやっぱりアメリカがまあ、ナンバーワンなのは、まあ、誰が見ても明らかなので、そういう点で、まあ、一度行ってみて、しっかりとそこで学んでみたいっていうのがあって、で、まあ、という気持ちはあったので、まあ、自然な選択だったかなと思います。で、結局、まあ、専門というか、まあ、応用が変わって自動運転車にいますけど、まあ、それもまあ、アメリカの大学院でしっかり鍛えられたから、まあ、こっちでちゃんと。やれてるかなっていうのがあるので、まあ、まあ、来てよかったなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。私も学部の時に周りで留学してる人が多かったので、指導教官も大学院留学を進めていて、後押しされまして、実際にしてみたところ、いろんなオプションが増えたかなと。思います。就職にしても研究にしてもそういう意味で良かったかなと思います。ではですね、次の質問なんですけども、留学前と途中と後でどのようにキャリアに対して考えていたかということでお話ししていただけるといいかと思います。まあじゃあ私から話しますと、まあ、あの留学前はまあやっぱりその留学した時のこうプログラムをいかにしてこうクリアするかっていうところにやっぱり、全集中すると思うので、すみませんね、さっきから鬼滅のことばっかり言って仕方ないんですけど、まあざくっとね、じゃあこれ1年後にプログラム終わった時にどうなるんだっていうのはまず、直前ぐらいには考えてましたと。で留学中もまあやっぱりあの最初の4ヶ月とかやっぱり慣れるのに、そもそもですね生活環境等となるので、まあ、わちゃわちゃしてたんですけども、まあ、次の4ヶ月の時に、まあ、が終わればですね、もういよいよもうインターンシップ でインターン終わったらもう放り出されるわけなのでこれちょっと本格的に考えないといけないなと言った先にうんこを漏らしたというところがあるので、まあまあ、なんていうんですかね、いいタイミングいいタイミングってわけじゃないですけど漏らせたなと思ってます。なのでまあ最中の時にはまあもう自分で起業いよいよしようというところで、まあネタをですね、まあ頭の中で言うと大体半分ぐらい考え出していると、でプラス、まあ次のインターン先をこう探しているというような状況でしたと。でも直前卒業直前はもうインターンしててですね、まあこのさもうこのまま行くでしょうというような感じなので、まあ
特にまあそのベンチャーキャピタルで働いていたので、まあ、その起業するネタみたいなものが最終的に固まらなければ、まあ、そのまま VC の中で少し働かせてもらいつつかなと思ったんですけど、まあ、あのちょうどこうプレゼンしてあの2人の方からですね後押ししていただいたので、まあ、もうこのタイミングで、起業しようというふうに思ったというような感じです。ありがとうございます。留学前は起業しようって決めていたわけではないんですか？まあ、あのしたいなぐらいに思ったっていう感じですかね。やっぱ起業したいなっていうのは常に思ったんですけど、どのタイミングで何でするかっていうところですかね。を、まあ、なんか見つかればいいなぐらいに思ってたっていう感じです。なるほど。20個もアイディアが思いつくっていうのがすごいですね。さすが起業家と思います。いや、あの、もう、あの、思い浮かびますよ、皆さんも。あのいざやろうってなってればなれば、うん、その辺のお話も伺いたいところ。宮崎さんいかがですか？そうですね、僕はまあ留学前はまあアカデミアに残りたいと思って留学しました。ただまあその時もよく振り返って考えてみると、まあ、アカデミアじゃない選択肢もアメリカで見えてくるのかなっていうのは少しはまあ思ってました。で、留学中ですけど、実はサブテーマで割と早めに論文はまとまったんですけど、本テーマが全然データ出なくてですね。で、本テーマで論文がいい論文が出せないと割ときついなっていうのは、なんかやってながら大学院生ながら感じてました。で、実際3、4年目で出てきたので、それで落ち着いたんですけど、落ち着いたというか、まあ、目処が立ってきたし、卒業の。で、そのままアカデミック行ってもいいかなっていう感じではあったんですけど、で、その3年目ぐらいのそのフラストレーションというか、まあ、焦りも一応あったのかなとは考えてますけど、当時、アカデミックに残る人ってどんな人なんだろうってあんまり描けてなかったんですけど、スタンフォードとかって、人を1人採用するときに、まあ、多分、すごい応募数があってですね。で、実際に5、6人が、ファカルティ候補として現地に呼ばれて、まあ、プレゼンとか、みんなにやりますし、あとは教授たちとディスカッションしてオンサイトで、まあ、ディスカッションした上で最終的にオファー出したりすると思うんですけど、まあ、その時になんか CV とか共有されるんですよね。こういうキャンディデートが今度来るからみたいなことで、大学院生とかもランチとかセットされたりですねしたんですけど、その人たちの経歴がみんなピッカピカなんですよね。その論文のパブリケーショントラックレコードも基本的にセルネイチャーサイエンスみたいなのはお持ちでやったりとか、で自分がこの5年後プラスその次のポスドクで 4,5 年経った時にこれぐらい出してないとまずこの呼ばれる5人には選ばれないんだなっていうのが一定の現実を突きつけられたというか、でスタンフォードとか多分同じようなハーバードとか分かんないですけど、トップティアの大学って多分みんなこういうファカルティをキャンディテとか選んでるんだなっていうのが一個なんか目線感が分かってですね、アカデミックの。で、そうなると3年目ぐらいで、いやデータないのやべえなっていうのがすごい思ってましたね。まあ、そういうのもあって、まあ他の選択肢とかもその頃考え始めたっていうか、まあ自分の生き方としてまあ考えたりもしていました。まあ、幸いデータ自体は一定出てきたので良かったんですけど、まあそういう留学中のなんかその5年間の博士どうしようかなみたいな、5年なのかもしかしたら7年とかかかっちゃうかもしれないけどどうしようかなっていうのは、まあ、考えながらの留学中でしたね。で最終的に、結果的に2個のオファーを取った時も、まあ、アカデミア行くのか、アカデミア辞めてインダストリーに行くのかっていうのはすごいまた悩みました。やっぱり生物系だと、まあ、日本とかだとやっぱりインダストリー行ってしまうと、まあ、日本のアカデミアに戻りにくいっていうのは目に見えてなんか感じてましたし、まあ、そこは一個、まあ、アカデミアを行ってで辞めるっていう決断をするっていうのはいろんな人に相談して決めましたし、で一回まあインダストリー行くって決めたので、まあ、あとはインダストリーで頑張ろうっていう腹決めのためにもいろんな人に相談して、まあ、自分の中でも納得して、で今の何ですかね、技術の事業か社会実装とか手伝う立場っていうのに意思決定したって感じ。なんでまあ結果的に留学の間でいろいろ考えたことが最終的な後押しになったかなとは思ってます。
ありがとうございます。アカデミアも結構考えられてますね。そうですね、アカデミア。やっぱり自分の教授とかは楽しそうだったんで。あの教授がスタートアップを持たれてたっておっしゃってましたよね。ってことは、はい、アカデミアからベンチャーとかも考えてたんですか？そうですね、その社会実装自体も、まあ、最初はニコンとかのそういうオファーがなければアカデミアに進んで自分がその01側をやればいいかなとは、てかやりたいなっていうふうには思ってました。何かしら面白いものを作ってそれを、まあ、自分は多分社長とかそういうのをやらないとしてもそういう技術を、まあ、なんかそういうベンチャーっていう箱として使って社会実装できたらなとは思ってました。ありがとうございます。では岡田さんいかがですか？はい、僕はあんまり最初からアカデミアの道はあんまり自分には向いてないなというふうに思ってたので、まあ、博士に進んだのももうちょっとあの勉強してしたいなっていう思いが強かったので、まあ、そういうそのアカデミアかインダストリーかみたいなところはなかったんですけど、でその留学中も、まあ、インターンをしておけば将来的な就活の時にプラスになるって聞いてたので、まあ、早いうちからやっておくかぐらい の感覚でインターンをやってました。で卒業直前になって、まあ、日本に帰るかアメリカに残ってもう少しやるかずっとアメリカにいるかみたいな選択をしなきゃいけなくなったタイミングで、まあ、新卒のカードはやっぱり日本企業に入る場合にとても大きいので、あのそこのカードを使わずに日本企業はうんぬんかんぬんってアメリカから語るの違うだろうって思ったので、まあ、一応でもないです、結構あの日本の方も就活もして、まあ、いいオファーももらえたりはしたんですけれど、やっぱり今まで自分がやってきた専門と少しずれてたりとか、あとあんまりその新卒で入ると当たり前なんですけど自分のやりたいことのコントロールはそんなに効かないなというふうに思ったので、もう少しアメリカに残って自分 の専門性と経験値を貯めてその状態で、まあ、日本に帰るっていう決断をした場合はもう少し自分のやりたいことのコントロールが効くタイミング効くだ、状態にして帰りたいというふうに思ったので、まあ、そういうような心境の変化は留学中にありました。ありがとうございます。私も初めからインダストリーに興味があったものなので少し似ています。次の選択の質問も今のと被るところがあるんですけども、アメリカや日本企業イントネーションが違うんですけども企業かっていうどのような選択肢を考えたかっていうお話を聞きたいと思います。はい、私の場合はですね、すみません勝手に喋っちゃっていいですか？どうぞ。どのような選択肢を考えたかっていうのと、あとメリットデメリット、はい、考えられたと思うんでその辺話していただけると、はいはい、就職としてはですね、OPT っていうのは、まあ、さっきからずっと出てるんですけど、まあ、1年学業すれば1年働いていいですよっていうものなんですが、ちょうどそれがあったので、まあ、自分で会社を作ってそこに働くという形で、OPT で、を選択したということなので、最初のキャリアとしてというか、まあ、卒業すぐは、アメリカの自分の会社なのでアメリカで起業ですね。で、まあその理由としてはまあインターンシップ4ヶ月で、一気にその辺のシリコンバレーの人たちとこう、まあ、人脈というか、まあ、交流ができつつあったので、まあ、これで変えるのはちょっとまだ惜しいなというところで、まあ、かつ、まあ、やっぱりその世界でしっかりと戦える会社にしていきたいと思ったので、まあ、アメリカからスタートっていうのはいいなと思ったというところになります。で、まあ、起業はまあ先ほど言った通り、まあ、そもそも起業しようと思ったので、まあ、いるということなのでそうなんですけども、まあ、最終的にはまあ日本に2015年2月に帰ってきて日本で設立し直してるんですが、まあ、2つ理由はあってですね、1つは投資家がですね、このエイジングっていうか、まあ、その介護というところで言うと日本の
投資家の方はですね、課題意識含めて、非常にこう、お金を出資、すぐに出資してくれたというところが、一つ大きなところですね。でもう一つが、私がエンジニアじゃないというところで、どうしてもこう、物を作るというところになると、エンジニアを集める必要があるんですが、そのハイアリングコストですとか、あとチームをしっかり作っていくとなると、どうしてもこう日本ベースになっていたというところで、アメリカにオフィスを置き続ける理由ないだろうということで、日本に最終的には1年後には戻した、日本で設立し直したという形になります。ありがとうございます。アメリカで一度設立してから日本に移すのは、はい、よくあることなんですか、それとも何か珍しい、あるんじゃないですかね、おそらく。よくは、アメリカで立ち上げてっていうのはあまりないかもしれないですけど。並列しているわけではなくて、新たな会社なんですか？並立で、最終的には日本が親会社で、アメリカは子会社として今残ってます。それで、現地支店とかもあるってことですか？そうです。なるほど。あと、ビザっていうのは非常に大きな問題になってくるかと思うんですけども、これも私が、さっき出てたのは、おそらくアカデミアの方々から企業に入ってというところなんですけども、起業するときにはですね、E2 ビザというのが一つあってですね、これは投資家ビザと言われてるんですけども、最低と、2000万から3000万円のお金を、しっかりとアメリカ経済にも投資してますよという証明書付きでですね、出るというものが当時あって、それを取ろうとしてたんですけれども、最終的にグリーンカードが、くじで当たるということがあってですね、その心配は全てなくなったという経緯はあります。ラッキーですね。ラッキーでした。次は岡本さんどうですか？僕はさっきも少し喋りましたけど、いろいろ選択肢は考えた中で、今はとりあえずじゃないですね、今アメリカに残ってもう少し修行をして、実力をつけようというようなタイミングです。で、多分その留学を今考えてるみたいなタイミングの人たちだと、その留学後のことってあんまり考える余裕もなければ見る、きっかけも多分ないと思うので、なかなか難しいと思うんですけど、今留学してる人たちは、やっぱり自分が、今やってることの自然な延長線に、何があるのかっていうのを少し意識して、それに向けて、インターンで経験を積むのがいいのか、もしくは、研究室に残って、誰もが驚くような研究成果を残す方向にもっと自分の時間を割くべきなのかっていうのを少し意識して、いると有効な時間の使い方ができるのかなというふうに思います。あまり選択肢というよりは、そういうのを留学中に意識した方がいいかなと思います、ありがとうございます。今何ビザなんですか？僕は、最初 OPT だったんですけど、今はもう H1B に切り替えてます。H1B なかなか出ないっていう話でしたよね、トランプ政権の時は。抽選が毎年のようにありまして、で、学士号を持ってる人で、何万人分だったか、で、プラスアルファ、修士号以上持ってる人で、少しプラスアルファの枠があって、で、それの枠の何倍かの申し込みが来るんで、抽選でその枠に当たった人にビザが入るんですけれど、それも、OPT 中に、OPT が1年の人は1回、で、STEM の人たちは2年で、延長できるんで3回、チャンスがあるので、やっぱり STEM 理系の人は、アメリカ留学で、その後現地就職という意味でも、有利に働くかなというふうに思います。私も今年、OPT から H1B に切り替えました。今年は問題なく、いつも通りあったんですけども、コロナで今後どうなるか、政府の意向によっても変わるので、ビザに関しては最新の情報をご確認していただきたいと思います。確かに。
日本の就活もされたっておっしゃってましたよね。日本に帰りたいと少し思った理由は何ですか？日本は常に帰りたくて、そのアメリカは自分のキャリア的にはプラスですし、その同僚もやっぱり、トップスクの PhD だったり前職、有名企業、有名電気自動車企業とかそういうところのトップエンジニアでしたみたいな人が多いのですごく刺激的で楽しいんですけれど、やっぱりその海外で生活することの、ストレスとか苦労っていうのは、若いうち一人身のうちはいいんでしょうけど、それどんどんライフステージが変わっていくと変わるんだろうなっていうのを思ったりとか、して、でずっとアメリカにいたいかって自分で考えたときに、そうでもないかなっていうような気持ちがあるので、特にそのずっとアメリカに骨を埋めるつもりというよりは、日本から必要だって言われたら、じゃあ今日本に帰って貢献したいですっていう時に、その必要な実力があるようにしておきたいなというようなモチベーションですかね。日本には常に帰りたいです。わかります宮崎さんはキャリアに対する考えは？僕はなんか一発目に H1B は落ちましたね。サクッと落ちて、ステムエクステンションとかやる前に僕は、日本に実は帰ってきました。で、他のビザサポートはもらえる手はずはもらってたんですけど、もう一旦日本に帰りますっていうのが意思決定としてありました。で、その時は、僕も岡本さんと同じくで、日本にはいつか帰るんだろうなっていう気はしてましたし、ただ就職、さっきアカデミアっていう話と、で、僕はポストドクをまず前提で考えてたんですけど、ポストドク行って、その後に僕の場合だと、NIW の EB1 っていうのを、EB2 かっていうのを出して、グリーンカードを先にもらっちゃって、で、オプションとして現地の製薬企業っていうのを一つ加えた上でアカデミアに行くのか、現地の製薬企業で研究職を続けるのかっていうのが一つの大きな選択肢でした。そこでイレギュラーにミコのお話が来たので、そういうところで悩んだっていうところですね。ただ最終的にはどっか日本でなんか働くのかなとかは、少なくとも働くのか老後なのか分かんないですけど、日本には帰るんだろうなっていうには思ってました。で、なんで日本に帰ったかっていうとですね、いろいろ仕事面でも感じることもやっぱありましたし、多分人それぞれだと思うんですけど、大企業には大企業のいろんなものの動き方とかもあったりですね。で、僕のなんかアカデミアだってで結構、教授が認めてくれればやれることって、個人のサイドでいろいろあると思うんですけど、それと大企業って割とやっぱりどうしてもギャップが大きいところでもあると思いますし、で、そのタイミングでいろいろ家庭の事情等もあったので、ツーボディープログラムとかもあるのかもしれないですけど、いろんなまるっと親がちょっと老けてきたとかいろんな問題が出てくるので、そういうのを考えたときに、日本に帰って仕事するのが一つの回なんじゃないかなっていうのもあったので、じゃあ、H1B 落ちたし、ビザ問題がまた上がってきたし、ただビザはくれそうだったんですけど、このタイミングが一番お互いにとってもいいんじゃないかなと思ってですね。で、日本に帰る決断をしましたね。僕はその時。ただで、日本に帰るとき実は就職先、何も決めずに帰ってきまして、ちょっと奥さんの紐状態で帰ってきてですね。で、そこから、何しようかなっていう形で考えてですね。で、その時、これなんかアメリカでも多分皆さんも感じるかもしれないんですけど、なんか学歴というか、まだ社歴みたいなのが若干見られるなってすごい僕は感じてですね。なんか PhD だから、専門性はあるのは認めてあげるみたいなことは、社とかでも言われまして、アメリカ人のエグゼクティブとかにも。ただ、ビジネスはやったことないよね、みたいな感じで、もちろん言われるんですね。それは当然なんですけど、で、その時に、やっぱりなんか MBA なりビジネス系の学部を出てたら、一定のビジネスは分かってるみたいな話を案に言われたりもしまして、それだったら分かりやすくビジネス系をやってますと言える仕事って何かなっていう一つの結論が、コンサルティングファームに入ることだったんですよね。で、それ日本に一旦プータローで帰ってからですね、じゃあ受けようと思って受けてですね、BCG に実際に入れてもらえたっていうのが今の
まあ、また案につながる契機かなと思ってます。結構やっぱリンクドインとか中途採用のフィルターがいろいろかかってると思うんで、コネがあればもちろん一番強いですけど、過去に何やってきたかで多分ピン跳ねってのも変ですけど、多分跳ねてるエージェントもいっぱいいると思うので、まあ、そこをどうかいくぐるかっていうと、ちょっと見た目を整えるっていうのはアメリカの場でも就活としては必要なんじゃないかなって思います。なるほど。一度アメリカで働いてから日本に就職するときに、就職だけじゃなくて生活の面も含めてなんですけども、良かったことは何だと思いますか？アメリカはめちゃめちゃ広いんで、ちょっと一概には言えないですけど、西海岸に、ベイエリアに関しては家賃がやっぱ安くなりましたよね。異常な家賃がですね、とか、まあ、実際今子供いるんですけど、保育園に今ベイエリアに入れるって考えると多分20、30万月々かかるとは思うんですけど、それがもう圧倒的にコストが安くなるっていうことで、もう保育園様々だなと思って日々暮らしてます。あとまあご飯が美味しいですね。多分西海岸は全然美味しい方だと思うんですけど、それでもさらに美味しいので、まあ、こういう生活が日本が続けれるように頑張りたいなっていう。はい、ありがとうございます。次の質問に移りたいと思います。就活の経験談ですね。さっき岡本さんを詳しく話していただきましたが、少しこの質問に答えていきたいと思います。じゃあ私からですけど、まあ、そのベンチャーキャピタルを見つけるというのは、まあ、大学からもある程度リストはもらってたんですけども、なんか全然いけてるベンチャーキャピタルがなくてですね、これはいろいろと、まあ、本当にコールドコールというか、まあ、リンクドインからとにかく送ってみるとかですね、あとはなんとか知り合い見つけて紹介してもらうみたいなものを結構泥臭くやって、まあ、インターンってお金もらうわけじゃないですけど、当時なんか知らないですけどすごい厳しかったですね。でまあまあなんとかかんとか、まあ、今ドレーパーネクサスというベンチャーキャピタルですけども、まあ、今出資している先がの日本エントリーについて、進出すべきかすべきじゃないか、その理由を も合わせて答えようみたいな宿題をもらってですね、まあまあそれをこうパパパパッとやって、一応採用して、採用って言ってもお金もらうわけじゃないですけどね、すごい厳しいなっていうのがあったんですけど、まあ、それでなんとか晴れて働くことができたというような経験はあります。まあでも紹介ですよね基本は、はい、特にシリコンバレー関連は。なのでもうできるだけなんかネットワークを広げていくっていうのはすごい大事かなと思います。そうですね、紹介があると面接に早く行けますよ。そうですね、書類だけだと大量のレジュメのファイルの中に埋まってしまうことが多々あるように感じます、ね、でも一つちょっと強調していかないといけないかなと思うのは、そのコネが重要だコネが重要だっていう、そのこの部分がちょっと強調されすぎている気がして、それで留学中なんかコネばっか広げようとする人がたまにいるんですけど、そのコネでたどり着けるのは最初のリクルータースクリーニングを超えるところまでなので、その後の技術面接に関しては偉い人の友達だからとか言っておまけしてもらえるとかそういう世界ではないので、きちんとして実力がある上でのコネだということはこういう講演会なのでちょっと強調しておきたいかなと思います。確かにその通りですね。実際のオファーをもらえるに行き着くには実力がないと難しいのは確かです。宮崎さんは就活してみていかがでしたか？あんまり就活してないんですよね、そういう意味で言うと。ボスキャリ参加してみたっていう話と、なんですかね、
まあ、ちょっと出してみた、ダメ元記念受験的に出してみたっていう話と、たまたまお話をいただいたっていう話で、でまあ正攻法にやろうとしたのは結局ポスドクのところだけだったんで、まあ、そこは基本的に、まあ、岡本さんおっしゃったように、多分自分の留学して研究をやるっていうことをまずベースに、そこから、まあ、副佐の先生とか、主佐の先生とかのつながりもありますし、そこら辺から推薦状をもらっていけば、まあ、普通には入れるだろうっていう感じだったので、まあ、そのステップをたどっていたっていうところで、今のニコンとかの話は、基本的にイレギュラーだと思いますし、ただまあ、骨みたいなものかもしれないですね。その知人経由でこういう人がいるっていうふうに面白がってもらえるっていうのが多分ファーストステップだと思うので、西海岸で、博士で生物学やってるやつがいるっていうのを多分知ってくれたから、で仲良くなってくれたから、まあそういうふうな話をくれたっていうのもあるので、まあ自分の専門性をやりつつ、まあなんか面白い人がいたら仲良くなる、なれたらなってみるっていうのが、一番やりやすい就活なんじゃないかなっていう気がしますね。まだちょっと本当にアカデミックの就活はなんかある一人のポスドクの人に見せてもらったのが Excel シート 100社じゃないですね、100研究室分、100学科分ぐらいあって、今どのステージ出すっていうのを全てこまめにやってる人たちもいたので、まあポスドク後に実際のアカデミックキャリアってなると多分そういうように管理しながら頑張ってたかもしれないですし、ちょっとそこは読めない、ちょっと僕はあんまり就活したとは大きな声で言えないかなと思ってます。ありがとうございます。では最後のトピックです。たくさんお話聞いたので重複して申し訳ないのですが、実際に働いてみて予想通りだったことと、それとは逆に予想外だったことなどをお話ししていただければと思います。じゃあ僕から行きましょう。最後実際に働いてみて、はい、まあ、結構、まあ、そのスライド中でも言ったんですけど、まあ、研究とか学んでることを、まあ、そのまま応用できることってすごいいっぱいあるなっていう気はしていて、ただやっぱり組織には組織の論理が一定であるので、大企業であれば大企業のですし、コンサルティングファームみたいな仕事であればコンサルティングファームの仕事の論理がいろいろあってですね、そこのちょっとしたなんてソフトマインドっぽいものを少し変えなくちゃいけないなとはやっぱりすごい感じますね。アカデミアだとやっぱり中長期3から5年で1個とか2個とかの大きな成果を出しに行くっていう時間軸なので、それを例えばコンサルティングファームだと来週のクライアントミーティングに対して何のアウトプットを出すかっていう時間軸になってしまうので、そこの適用が自分がやりたいかっていうのとか、そういうの次第で実際のスキルセットみたいな話は、まあ、今回留学してる方とかであれば もちろん英語も一定できるし、そういう場でも何ですか、学会とかで、まあ、トークとかしなくちゃいけないっていうような一人で話せとか質疑応答しろとかもあるので、まあ、そういう話でも対応できるので、基本的にはその、まあ、自分が何やりたいかみたいなところが言ってる明確で、それに対して学ぶ姿勢があれば、まあ、何でもできるんじゃないかなっていう気はしますね。そんなに大きなジャンプではないと思います。ただどんどんなんですかね、40歳50歳とかで転職したいとか業界変えたいとかは割とどんどん狭まってくるかもしれないので、まあ、2、30代であればまだまだ全然いけるんじゃないかなと思ってます。実際 BCG とかでもですね、大学の旧帝大の准教授の方がコンサルタントとして入ってきたっていうケースもあるので、なんでギャップを乗り越える意思さえあれば別に全然応募できますし、 BCG とかコンサルティングファームも求めてると思いますね、そういう人材も。意外にハードルというか変に壁作んない方がいいかなと思います。今の仕事でも技術系のベンチャーさんの社長さんとかも、まあ、中西さんみたいなビジネス系の人がいればいいんですけど、いない場合にポスドクの方とか博士の学生さんとかが起業し始めているので、日本においてもアメリカではすごい起業してますけど、まあ、そういうなんていうんですか、ちょっとしたマインドセットさえ変えれば適用できるような仕事もいっぱいありますし、変に壁を、あなたビジネスだから、あなた私は研究者だからみたいなんで引かない方がいいかなとは思ってます。そうですね。
ありがとうございます。岡本さんは働いて1年くらいですか？いかがですか？1年と3ヶ月ぐらいですか。まあ働いてみて思うのは、まあ、アメリカ人すごく働くなというか、そのなんだろう、だらだらは働かないんですけど、アウトプットの量としてがすごくて、それについていくのがなかなか大変ですね。やっぱりその学生時代もまあアメリカ人のクラスメートとか、まあ、いろんな国のクラスメートいましたけど、まあ、そんなにその、まあ、できる人はできるけどできない人はできないしっていうふうに見てたんですけど、まあ、働いてみて同じその企業の同じまあ入社試験をまあ超えてきた人たちを見ると、やっぱりそのアウトプットの質は高いし、かといってじゃあがむしゃらに常に働いてるよりも見えなくて、その子育てを両立しながらで、まあ、子育ての両立もしながらかつ、コードもバリバリ書いて、でそのプロポーザルのドキュメントもすごいしっかりしたのを出してきて、この人は一体いつどれだけ仕事をしてたらこれだけのものを出せるんだろうっていうふうに、まあ、驚かされるのが多いっていうのが一つあります。ただまあでもそのじゃあ一緒に新卒で入ってみた同僚と比較して自分のトレーニングが今まで足りてなかったかっていうと、そういうふうには決して思わないので、まあ、これからその必要なトレーニングなり経験を積んでいけば自分もそういうところに行けるのかなっていうふうに思うので、実際に働いてみるとまあアメリカ企業に一回入ってみてよかったなというふうには思ってますね。うん、同僚が優秀っていうのは共感できます。仕事効率がすごくいいですね。その日本企業に聞くようななんか働いてないけど給料はもらえるみたいな状態の人がいないので、その、まあ、良くも悪くも首を切れるっていうのはこういうことなのかというふうな印象です。最後に中西さん、はい、人事評価的にはその OKR みたいなのがしっかりしてるとかっていうのはあるんですか？ここまで1回しか人事評価を通ってないので、うん、そのあたりよくわからないですね。あ、そうです。私は年に2回あります。OKR を設定して、あ、OKR なんですね、Facebook も。はい、そうです。なんか大変そうなんですよね、あれ入れると。どういう意味ですか？まあまあ、そのエンジニアものこともすべてやっぱり理解しないと評価できないじゃないですか。ね、っていうところも難しさですね。まあ、すごい一人エキスパート、ベンチャーとかだとエキスパートがいるんですけど、各ジャンルで。ただその人を評価しないといけないわけじゃないですか、はい、その評価をどうやってするんだみたいなとかね、結構難しかったりするなと思いながら、どうしようかなって今悩んでるところです。なるほど、評価する側の、まあ、新卒1、2年目程度だとエンジニアのマネージャーがつくので、うん、まあ、ある程度成熟したレベルの会社ですけど、成熟したというかある程度規模が大きい会社なので、まあ、少なくともその入社したての社員の評価は、その人がやってる技術のことについて理解している人が評価しているので、そういったスタートアップ、まあ、人数が少ないベンチャー企業の苦労っていうのは、まあ、特に Facebook のすごく大きいですから、うちもある程度大きいですけれど、そういったところではあんまり苦労、そういう苦労はもうなんかないのかなっていうような印象ですね。少なくとも僕のマネージャーは僕がやってることを理解してくれてます。まあそうですよね。じゃないと評価できないですもんね。はい、私はどうですかね。まあ、働いたっていうのはあんまりないので、あれですけども、まあ、企業というところで言うと、まあ、経営者の悩みって、基本的にはもう、お金と人に尽きるなというふうには思ってはいてですね。まあ、まだまだ浅いことを言うなっていう感じかもしれないですけど、まあまあ、そこの問題さえ逆に、しっかりと、何が問題があって、どういうふうに解決していくんだっていうのが明確であれば、まあ、あとはもう、なんていうんですかね、まあ、やるだけっていう感じかなという感じですね。まあ、なので、皆さんが
思うほどその起業ってハードル高くもないし、まあ、もちろんあの大変なことだらけではあるんですけども、まああのまあ、気持ちみたいなところが結構やっぱり一番あの大事なところなんじゃないかなと思っております。なので、はい、まあ、本当にあの倒産したらあの一家離散になるみたいなのってもうほとんどないですので、あのぜひ皆さんには一度はチャレンジも試みてみたいななんて思ってはいます。はい、ありがとうございます。残り時間少なくなってしまったんですが、質問を少し読み上げますね。海外の学位がないとできなかったと思うことはありますか？いや、ポスドクからでは間に合うこともいっぱいあると思います。その01かって言われると、ただまあ有利なことは、まあ、アメリカに就職したいとかアメリカの社会に取り込むには有利なことはいっぱいあるんじゃないかなって感じです。うん、確かに。意外とあのアジア圏、特にそのシンガポールとか中国とかだと、その海外留学に対するやっぱ憧れみたいなのが非常にこうあの日本以上に強い気がしていて、そこでの食いつきはなんか意外と、あ、全然ちゃんと留学しないけど悪くないかもっていうのはありましたね。うん、まあ、それだけである程度こう信用してもらうのもあるっていうところですけど。はい、学生の間にやっておいた方が良かったと思うことはありますか？アメリカのですか、日本のですか？留学中ですね。今振り返って、あれやっておけばよかったなと。全部やってんじゃない？やってよかったと思うことは何ですか？まあ、わかんないです。友達と遊ぶことですかね。しょうもないけど。まあ、意外とあの旅行、南米が意外と近いとかね。あ、そうですね。南米私も行きたいんですけども、旅行はできない状態なので残念です。確かに。次の質問いきますね。宮崎さんに質問です。自分のラボの PI が例えば CEO になっていなくなってしまった場合、その学生は研究室を変えたりしてなんとか卒業するものなのでしょうか？卒業近かったら、そのまま引き抜かれますね。もう卒業分のデータがあるんだったらもう卒業しちゃえばいいし、で次その会社に興味があれば多分入れてくれると思いますね。そのテーマは多分やってたはずなのでっていうのは1個ありますね。で僕も先生からいい就職先あるよって言われて、その自分のベンチャー紹介されました。で逆に卒業が遠いと辛いですよね。その場合僕 N1、2 ぐらいのケースだと共同研究してた先生に引き取ってもらってたケースがあります、うん、その博士の学生としてはもうまだあと 3,4 年データ必要だなって時に、まあ、共同研究してたラボに一旦席を置いて、でそこで卒業するっていうプロセスになってました、うん、それは結構まあ大変かもしれないですね。一回、まあ、リセットにはならないと思いますけど、そうです、ね、ちょっとまあ、その先生はでも転職しそうな先生だったんで、事前に大学院生から聞いててもよかったかもしれないですね。結構破天荒な方だったんで。次はですね、中西さんへの質問です。とても面白いご講演ありがとうございました。私は現在日本の大学院修士課程で自立排泄を目指した高齢者の排泄動作支援に関する研究をしているのですが、将来社会実装できたらと思っています。ですがまだ社会人として働いたことがないこと、正直やっていける自信がないことから、社会実装する予定はなく何の確証もないのですが、働いて10年後くらいに起業したいと思っています。中西さんのご意見いただけると幸いです。いただいております。話、何かアドバイスはありますか？話ぜひ聞かせてくださいっていう感じですけど、あと宮崎さんにもね相談してちょっとお金出してくれるかどうかっていう話あるんじゃないですか？
他の質問で、社長として会社を大きくしていくことがしたいのか、開発者として生きていきたいのかが、よくわかりませんと。その点で何かご意見ありますでしょうか。あくまでもそのやっぱり冒頭言った通り、何人幸せにできるかっていうのはやっぱり一番大事な指標かなと思ってるので、特にそのプロフィットをすごい大きくしたりとか会社を大きくしたりっていうのはあくまでも手段であり、まあ、結果であってですね、目的ではないなというところですね。まあ、なので困っている人、まあ社会課題を解決するなんて言ってるんですけど、まあ、困っている人より多くまあですよ、負担を軽くしていくみたいなところを目指し、いち早く、しかも多くの方にっていうことを目指しています。ありがとうございます。最後ですね。アメリカ新卒就活におけるインターンの期間、PhD の研究は止まるのですか？インターン中に PhD の研究をどうするかという質問ですね。インターンを経験された岡本さんは、PhD の研究はどうされましたか？これは、インターン中にやることが PhD の研究内容と、関連してれば、でかつ、博士論文に入れられる内容であるならば、卒業を遅らせる要素にはならないと思います。でただ、全ての企業が、インターン中の成果を論文として世間に公開していいというふうにするわけではなくて、自分の中の、自分の社内の技術にしたいものもあれば、特許にしたいものもいろいろあるので、一概には言えないですけれど、論文にするというのであれば、そんなに卒業を遅らせるようなものではないです。逆に、インターン中にリターンオファーを取ってくると、それで PhD の終わりが、ある程度、決まるねというのも、リターンオファーはこのセメスターまで卒業してくださいねみたいな感じのと言われるので、ある程度終わりが見えて、それまでに博士論文を博士論文なり、マスター論文なりを仕上げるっていう、一つのモチベーションになるので、そんなにマイナスに働くようなことはないと思います。そうですね。インターンするときに自分の指導教官とちゃんと話していれば、研究に支障が出て何かマイナスなことが起こるってことはないと私も思います。インターンに限らず指導教官とのコミュニケーションはとても大切ですね。そうですね。質問はこの辺でですね、皆さん本当に今日はありがとうございました。残っている質問がいくつかあるんですけども、それはオフラインで答えたいと思います。登壇者の皆さんも改めてありがとうございました。皆さんの興味深いお話が聞けて、とても参考になったと思います。で、終わる前にですね、最後、はい、ある団体の紹介をさせていただきます。で映ってますかね。X プレーンという海外大学院留学支援団体の紹介をさせていただきます。この団体は欧米の大学院現役生と卒業生が有志で集まりできた団体です。米国大学院学生会運営メンバーや、留学説明会に登壇した方も所属しております。X プレーンの活動は主に2つ。世界を知ると世界をとつながるです。大学院留学総合サイトで米国 PhD 生100人アンケートを載せていたり、さまざまな情報を配信しておりますのでご覧ください。またスラックにて受験者や留学経験者をつなげるコミュニティを作っておりますので、ご活用していただきたいと思います。興味のある方は留学エクスプレーンで検索してみてください。以上です。以上をもちまして、冬の海外大学院留学説明会卒業後のキャリア編を終了とさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様
登壇者の皆様、貴重なお時間を作っていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、来週以降も各テーマ別で説明会が予定されていますので、米国大学院学生会のウェブページからぜひご覧ください。